皆さんこんにちは。レック専任コーチの佐々木ひろみです。本日は令和2年、土地司法書士試験、最終合格者の種本さんにお越しいただきました。いろいろお伺いしていこうと思います。令和2年度に合格いたしました種本と申します。よろしくお願いいたします。ではまず種本さん、大学4年生の時に勉強を開始されたと思うんですが、なんでその大学在学中からで、それしかも司法書士にしようかなと思ったんですか？はい、大学4年のその時期に勉強を始めた理由は、ちょうど就職活動を終えて、で就職活動が思うようにいかなかったので、ちょっとこの先どうしようかなと考えていたところ、資格に挑戦してみようかなというふうになりました。たくさんある資格の中で何で司法書士だったんですか？はい、文系の資格でまず探していました。で司法書士とか行政書士とか弁護士とかあると思うんですけど、ちょっと弁護士は取るのに時間と費用がかなりかかってしまうの で、あとは自分が法律の学部卒業ではなかったので、ちょっと自信がなかったのと、あと行政書士も悩んでいたんですけど、合格率が低い方がいいかなとその方が希少性があるのかなと自分で思ったので、一生の武器っていうかね、仕事にしていくにはっていう感じですかね。はい、そうです。なので司法書士にしました。じゃあ何が何でも司法書士を最初からやりたかったっていうよりは、どっちかというと消去法みたいな感じ。そうですね。はい。じゃあ、大学で4年生から、いつぐらいに勉強開始されましたっけ？大学4年生の10月からですね。10月ぐらいから開始して、じゃあその勉強、まあ基礎講座、私のクラス生クラスで受けてらっしゃいましたけれども、じゃあ大学その4年生の時はずっとほとんど大学も終わってましたよね。そうですね、あと卒論出すだけだったんですけど、で追っかけて頑張ってそのついていきながら生クラスも参加してっていう感じだったと思うんですが、じゃあその大学在学中でちょっと残念ながら一発合格は無理だったというふうになった時に、その後司法書士事務所にお勤めされながら、次勉強を続けられましたけれども、じゃあその司法書士事務所に勤めるにあたって、じゃあ就職先って事務所の求人って合格してない人でもあるもんですか？あります。補助者として働くことができるので、どこで見つけました？インターネットのアルバイトサイトで見つけました。そうなんですね。で、でそこをアルバイトサイトで見つけてエントリーしてみたいな感じですか？そうですね。アルバイトサイトから司法書事務所、自分の家の近くにあるところを探して、でそこに直接履歴書を持っていきました。でもすぐ採用みたいな感じで。そうですね。でなんかそのあたりもね、割と直接いろいろお話をね伺ってたので、この事務所どうですかねみたいな感じのこともすごい覚えてるんですが、でその後じゃあ事務所に勤めながら勉強していくにあたって大変でした？正直初めは大変でしたね。社会人として働く、アルバイトではあったんですけど、働くのが初めてだったので、ただのアルバイトとはちょっと違う。そうですね。覚えなきゃいけないこともやっぱ多いし、たくさんありますし、あとちょっと責任もあったので。初めのうちは大変でしたね。そうですね。やっぱり専門的な業務を扱うっていう意味での責任だとか、でもその登記だとか、勉強に役立つことってあります？とっても役に立ちました。で例えばそれは登記簿見られたりだとか、そういった感じですかね。そうですね。登記簿を見ることもありますし、申請書を作ることもあるので、それは記述とかにも生かされたりとか、あとは不動産登記法の、なんていうんですかね、表で覚えている登記完了証が出るかとか、原本還付とか、知識の丸暗記的なね、そうです。その丸暗記の部分が具体的にこの書類のことなんだっていうのが実際に目で見て覚えることができたので、それはとても役に立ちました。そうですね。はい、なんか近年の記述試験、不動産登記なんかはすごく具体的な事案で込み入った事案なんだけど、はい、補助者の方はねそれ経験されているのですごく読み取りも有利ですよね。はい、そうですね。うん、試験で突然レックの模試で、突然戸籍がバッて出てきて、で相関図を自分の中で作ってその相続関係を考えたりとかっていうのがあったんですけど、日頃から仕事で戸籍読む機会があったので、もう焦りもなくスラスラと読むことができたので、その時はやっててよかったなって思いました。はい、忙しい事務所によって忙しかったりっていろいろあると思うんですが、はいはい、直前期だとかも普通に勤務されてました？1年目はアルバイトの時期だったので、そこまで休んだりとかせずに、もともと週5で働いてたわけではなかったので、特別なことはしてなくて、で2年目3年目では直前期にお休みをいただきました。あ、そうなんですね。はい、割と事務所の先生方っていうのも司法書試験経験されてきてるので、はい、とにかく受験に理解がある事務所っていうのはやっぱ多いって聞くんですけれども、それを生かしてな感じですかね。はい、じゃあ在学中に勉強を開始して、やっぱその就職だとかって皆さんね考えることもあると思うんですが、その選択間違ってなかったですね。じゃあそうですね、当時は不安だったんですけど、周りが就職していく中で自分だけフリーターアルバイトでしながら勉強するっていうのはすごく不安だったんですけど、院に行ってると思って、レックを院だと思ってやってました。それが合格した後の実務経験にももうすぐ直結してね、生きるので良かったですよね。良かったです。じゃあ基礎講座、私の池袋の生クラスで受けてらっしゃいましたけれども、しかもちょっと追っかけ事故みたいな感じで大変だったと思うんですけれども、そのレック佐々木クラスを選んだのと、あとメリットデメリット、通学のメリットデメリットあると思うんですが、どうでした？そういった予備校を利用して勉強するっていうこと。あ、そうですね。1年目は自分に時間があったので、通学する時間とその先生の講義を生で3時間ですかね、多い時は6時間聞くことで、その時間でみっちり自分を追い込むっていうか、一人じゃなくて先生に追い込んでもらうみたいな感じで、あんまり頑張んなきゃって思わずに頑張れたと言いますか。それに乗っかっていく。はい、そうです、そうです。そうですね。そこがとても良かったですね。働き始めてからは、2年目、3年目はほとんど通信で聞いていたので、それで自分一人でやるのは少し大変でしたね。でも1年目で結構学習ペースも作れていたから、あとはそのね時間短縮だとかっていうメリットと。もう今更脱落の危険を今更やめ、なんか1年目ってどうしてもやっぱり勉強開始当時って続けられるかなっていう不安もあったと思うんですが、そうですね。いいペースができたかって感じですかね。そうですね。辛くなったら佐々木先生のところに質問したりとか、あと相談に乗ってもらったりとかして、なんとかモチベーションを保てました。はい。じゃあその通学であえてデメリットを挙げるとしたら何ですか？交通費ですね。そうですね。それが一番大きいデメリットだと思います。でも確かにね、通える範囲だったらやっぱり続けるっていうかね、強制力というか、なんかそのペースはあった方がいいですね。あった方がいいと思います。ではこれから司法書士を勉強開始しようかなとかいう方に向けて何かメッセージがあればお願いします。カメラに。私は。自分に自信をつけるために資格の勉強を始めました。で、やってる時はとても不安な時期が続いたんですけど、合格してやっぱり自分はできるんだって思えたりとか、その時間をかけた価値がとてもある資格だと思うので、ぜひ頑張ってください。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。